こんにちは、プロ棋士の柳沢です。今回も囲碁クエスト実況をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。僕の白番ですね。さあ、今回はどうしようかな。向かい小目にしてみましょうか。まあここでかかるのかつけるのか閉まるのか、どれもありそうですね。まあ右側は、右辺は、まあ、かかって小ゲイマにかかってまた左、右上と右下に両方小ゲイマにかかるってが両方いい幅になるので、そうですね、かかりもありそうかなっていう感じでしたね。なのでコスミつけていくとまたもう一回かかりがちょうどいい幅になるので、今回はまあこう締まりとハサミを兼ねた手でいきたいと思います。はい、まあここら辺はあれですね、あんまりこう考えることがあんまりないというかまあ気分なんですけど、でも何でしょうね、その自分なりのやっぱやりたいことは持ってた方がいいかなとは思いますね。何にもノープランで打つよりはやっぱりこういう碁にしたいなっていうのはあった方がまあいいんじゃないかなと、まあその方が楽しいんじゃないかなというふうに思います。さあこれでまあかけてくれば自然ですけど、かけたらもういっぱい張って先手取って、また他のところに先行するという作戦でいこうかなと思います。おなるほど、そちらですか。そちらですとコスミで受けると滑りが、辛い感じなので、コスミつけて、まあでもコスミも立派ですけどね、部分的に立派なんですけど、ちょっと地を稼がれるのが嫌なのでこっちでいきたいと思います。コスミつけて、まあこれは伸びでしょうから、まあそこで一間に打っておきたいと思います。お、そちらですか。なるほど、それはまた軽快な手ですね。これはどうしましょうか。まあ跳ねておくのが大きいですかね。なるほど、でもそれで軽快に先手取ってまた、他のところに向かおうという作戦ですね。なるほど、ちょっとなんか先手が大きそうなので先にこちらもじゃあ先行してみたいと思います。そしてここにちょっと打ってみたいなというのがちょっと考えていた手でした。まあこれ普通に桂馬にかかるとコスミつけられて左辺の幅がちょっと狭い感じなので、よりその窮屈な方にこう近寄らないように、しようというさばき方ですね。まあこれで黒はまあかける手もあるし、隅受ける手もあるし、いろいろありますね、黒もここで。黒も悩ましいところですね。まああと右上一応白が手抜きしたんで、何かそれを咎めるような手があるかどうか。そうですね。で、つけてくればこれは割り込みです。まあ、割り込みがあるので、これを嫌えば、まあ三々に受ける手とかも黒はありますね。さあこれだと、これ曲がりを打つかどうかなんですけど、まあまだ打たなくていいか。まあ一応そう、これで二律三席の形で開けるようになったので、まあ白がこう二線から打った、まあ効果が一応あるかなというところですね。はい、まあそこに押さえてくればこれは絶対もう跳ねていきたいところですね。はい、まあこれは連絡しておきます。まあ一応ここに跳ねる手がやっぱり大きいので、自分としては右の方に下がって打たれる方が嫌でしたけどね。まあそれならただ上辺に滑っていく展開になりますが、まあ一応ここまでは白の言い分が通ってる展開かなという気はします。はい、まあ黒はそうですね、そこに打ってきたら一応白は、素直に受けずにと思ってたんですけど、どうしましょうかね。いや、左上にね、先に、まあ、行ってみましょう。付け二段するかどうかですね。付け二段するのもちょっと無理そうなんで、付け下がりにしておきます。
まあこれに対して一旦3子を助けておくか、まあでも2の2に曲がりも大きいですけど、どっちかな、一旦でもちょっと3子助けておこうかな。こっちもまあなんだかんだやっぱり大きいですからね。さあこれで黒も、下辺詰めてくるのが大きそうですかね。下辺詰められると白ももう打ち込むことは無理そうなので、まあ植え付けとかで、お、なるほど、そこから来ましたか。それは、まあ右辺がね、これ繋がってて強い形なので、受ける感じではないですね。どっちかというと外から跳ねるのか、伸びるのか、どっちかですね。まあ伸び、あ、跳ねかな。うん、この場合はどうだったですかね。そのツケは最近よく打たれる、大ゲイマのシマリに対してよく打たれますが、ただ、この配置ではどうだったか。右側がもうすでにね、白連絡して強い形ですから、こっから切っていくのはちょっと黒、あんまり、こっからね、当ててもあんまりうまくいかなさそうですから、どうするのでしょうか。ああ、そうですよね。そういうことになりますよね。はい。で、まあ、ここで白は絞りを打っちゃうかどうかですね。かけて絞りを打っちゃうのか、単に抱えるのか。ですけど、なんとなく気持ちいいから絞っちゃいますかね。絞っちゃいますか。そうか、でもここで右下押さえてくる手も、今そうですね、ちょっとかけた手はちょっとやっぱり怪しい手だったかもしれませんね。ちょっとこれ後で解説します。まあ一応この絞りが決まれば、まあ白の、まあ予定通りの展開ですね。そして、あとこれ右。ああ、そうなんですよ。そこを今言おうと思ったんですけど、そこがでかいんですよね。まあそこは、まあ昔からある手ではあったんですけどね。さあ、ただこれこの場合、どうなのかな？下から当てる手がないですね。ないですね。そうなんだよね。それでっかいんですよね。これどうしようかな。あれ？下から当てる手がないとも言い切れないけど、まあでもちょっとそこまですることはないかな。ただこれ難しいんですよね。どう蹴るべきかが非常に難しいんですが。まああと形勢判断ですね。右から当てで勝ってるんだったら全然問題ない。30。まあ、勝ってそうな気がするので、ちょっとこれで譲りたいと思います。はい。で、まあ、この辺の伸びで制限して。まあ、あと白が、こう次にね、左上の2の2の曲がりも非常に大きいところなので、まあ、そこに回れるので、まあ、まあ、右上はしょうがないかなというところですね。そうなんですよね。実はまあ今の当て込みがあるので白は跳ね位置をね、どっかで打っとかなきゃいけなかったんですけど、ただ打つタイミングはなかったかな。はい。まあ、これは仕方がないかなと思います。で、まあこれも決めて、あとは、そうですね、どんどんもう終局を目指していく感じですかね。まあこれも打ってしまって、まあここら辺から、ここら辺が何気に手厚いですかね。まあ黒の地が膨らまないようにしといて、これはまあこれもいろいろあるな。これも悩ましいですね。押すのかどうか、伸びるのか、あ、この辺ですかね。まあ、この辺をどんどん打って、どんどん決まりをつけていきましょう。あとは左上か、右下か、もうこの辺ももう打っちゃおうかな。跳ね継ぎももう決めて。はい。あとはまあ、左上ですかね。これはどう寄せるんだろう。これも、まあ一応、
ちょっとこの辺を打っといた方がいいのかな。はい。あ、これも打っとこうかな。なんとなく。さて、これで、あとこの辺ぐらいですかね。はい。もう、あとは、ただの寄せですね。はい。まあ、これは、継ぐところですね。まあ、黒も上から曲がっても継ぐし、下から跳ねられても白はどうせここに継がないといけないところなので、まあ、これはそんなに腹が立たない次です。一見ね、なんか辛そうな気がするんですけど。はい。これで、まあ、黒が右下14目。これを受けますね。上が18目ぐらいなので、32目ぐらいですね、大体。白地が、右側が25まではないぐらいですね。で、左側がちょうど10ですね。ということで、盤面でもいい勝負ぐらいの感じですかね。まあ、ここでまあ黒番ですから、盤面で少し黒が勝つかっていうところですので、まあ、これは残せそうかなという感じですね。これは出るかな？出る方がいいかな？まあ、出まで打ってしまいますかね。まあ、ここら辺は、そんなにどっちから打っても差はないですけどね。上の方切り込んでもあんまり意味ないか。これは受けないといけないですね。ただ今の黒の切りは実は今白が打ったところに出た方がちょっと良かったですかね。今白が繋いだ時に、一目作れる可能性ができてしまったので、ちょっと一回切り込んでみようかな。あまり意味はないんです。ああ、そっちから受けてくれると一応ちょっと得します。はい。こう打てれば得します。黒がまあ上から当たりして耐える手がおそらく今あったんですけど、まあそれとただコウ立てがいっぱい白も増えるので、打っとこうかなという感じでしたね。今の手は。はい。これであとは中央曲がるそこですね。はい。これで一目作って、で、ここに打って、これで終局ですね。はい。あとはダメ詰めです。はい。これ受け、ごめんなさい。これはでもしょうがないですね。こうやるしか。ありがとうございました。はい。ということで。これなかったら、おそらく、数えてみます。おそらくっていうか、もう数えれますね、これね。下が16目ですね。黒字が16か17ですね。上が14なので、黒31目。右が白23目で、9。左側が9なので、32目ということで、盤面でも白が1目勝っているという、最後は状態でしたね。さあ、では、ちょっと振り返ってみたいんですが、最初の、まあ、右側これ何かっていうと、まあ、コスミつけてこう受けると、ちょうどこの手がですね、二律三席であり、かかりであると非常に、まあ、ぴったりの手になるので、ちょっとそれ嫌かなと思って、まあ、こっちから打ちました。はい。で、まあ、これに対して、コスめば、この滑りが、辛いですね。まあ、こんな風に、隅で生きる手が、まあ、結構大きいですよね。まあ、これはこれで、まあ、いい勝負かもしれないですけど、やっぱりなんか13路盤だとどうも、やっぱり隅が大きく見えてしまいますね。あ、戻りすぎた。はい。まあ、ということで、こっちから受けたんですけど、まあ、これは伸びれば普通ですが、伸びたらまあ、こういうふうに打とうかなというところでした。まあ、こうやって、
まあ、こんな感じで打っといて、やっぱりちょっとここに打ってみようかなという作戦でした。はい、実際まあこれもありそうですね。まあ、これに対して跳ねれば、まあ、こんな感じで黒は打っといて、まあ、左側に先に回っていくというところですね。はい、まあ、これはこれで難しい碁かなという感じですが、でも左辺が落ちそうなのでちょっと先に回りました。あと右上がまあ黒からもう一回打たれてもまだ、それほど厳しく攻められないんじゃないかということで、まあ、こっちから来れば、黒こっちから来ればこう滑って、まあ、こんな感じで収まることができますし、実戦のようにね、抑えれば羽で収まっているので、はい。まあ、手抜きできるかなという感じでしたね。はい。まあ、黒もこれ、つけると割り込みで打たれてしまいますのでね。これ、なので、まあ、こう受けるというのもありましたよね。こう打って、まあ、こんな風になるというのも自然でした。これは、そうなんですよね。この辺に締まりが、先にあるときに、ここに行ったときは、割り込んだら切って、こう、這うことが、できるんですけど、この黒1の石がないとですね、これは切れないんですよね。何もなしだとちょっとこれ切ると、下がりから、まあ切って、この当てて、なんかこの辺がね、こう効いてくるんですよね。この下に黒石がないんで、そう。で、白の手数伸ばしてからまたこっちに打てるので、これはね、黒が大変なんですよね。こんな風になっても、当てからこうどんどん這われちゃうので、はい、このね、最初にこの14のあたりに黒石があるかどうかがもう大変な問題なんですよね。はい。ということで、まあこうなったんですが、うん、まあこの時から当て込みは残ってます。当て込みはまあ承知の上で白もまあ伸び切りが一番良さそうかなというところで、で、できればですね、これ本当この羽一本打っときたいんですよね。この羽一本打っとくと、後から当て込まれても、こうやってこっち継ぐことができて、これで、右上はね、何もないんですよね。この1がないと、ないで、黒にここに打たれると、ね、こっち切られちゃいますからね。この黒5を防いでるわけですね。はい。なので、まあ、この羽1本をどっかで打とうかなとは思ってたんですけど、まあ、こっちが、左側も結構忙しいですよね、これね。なので、まあ、こう打って、まあ、収まって、で、そうですね、黒がどんどんつけてきたんでね。はい。で、まあ、今、白も跳ねるか、まあ、こっちに行くのもありそうでしたね。黒はね、これ、こっち側を荒らしても、右上が、もうしっかりした形になっちゃってるので、うん、ここを荒らしに行くの、あんまり黒は得しなさそうですよね。これ、下辺がやっぱり一番広いですから、これはやはり、まあ、この辺から打つ方が、普通かなという気がしますよね。まあ、これで、まあ、白は跳ね一本打って、まあ、こんな感じで、行こうかなというイメージでした。はい。あ、で、そうそう、こうなって、そうですね。黒も、まあ、横引きしかないですかね。はい。で、白はこれ単に抱えるしかなかったですね。今ね。こういったので、これ実はこの瞬間にこう来る手が黒はありましたね。これ2子取らせても、これはね、こう絞りながら渡る手があって、この場合は、これ大きいですね。辛いですね。地が。なぜならもうこれ右上とね、白繋がってて、もともと硬い石からさらに、こうなんか団子石みたいな厚みが増えてるので、これは、白がさっぱりなんですよ。なので、白はこうやるしかないんですよ、渡りを防ぐにはね。まあ、これで黒はなんかこれ続けて打っちゃうと今度は渡れないですから、これは黒がまずいんですが、でもこれ一発打っとくだけでね、だいぶ違うんですよ。こうやっとくと一応右下はねこれ取れてるんですけど、ただこの押さえが2発先手で効くんですね。これ結構大変な字の違いになりますね。えらい違うね。これ5目以上違ってきますね。はい。なので、これちょっと抑えられてたら今、まずかったですね。ちょっと失着でした、かけた手は。単に抱えないといけなかったですね。まあ、ただ実戦は一応絞りが、まあ、一応白の言い分が通ったので、はい。まあ、その当て込みは譲っても、うん、まあ、ここに回ってちょっと白が残りそうかなという。になりました。はい、ということで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いします。そしてご意見ご感想ご質問リクエストなどありましたらぜひコメント欄にお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。